行くぞユウさん。この動画は自分のことをアンチのみだと思っている男によるアンチのみ初見討伐動画である。ユウさん、君を倒すのは僕だ。ライディングデュエルアクセラレーション。来たぞユウさん、行くぞユウさん。君と戦うのは私だ。行きます。ちょっとアンチのみ用にね、ちょっとうるさい、ちょっとアンチのみ用にね組んでおいたデッキあるんですよ。俺のカードを信じてアンチのみ vs アンチのみをね、皆さんに、お見舞いしていきたいと思います。デュエルスタンバイ、私が教えてやろう。君たちの知らない新たな戦術を。行くぞユウさん。報酬はなるほど変わってないな。お知らせ通りやな。ただ相手が使うデッキがどうなのかって話だからな。問題は行くぞアンチのみ、いやユウさん。楽しみだなユウさん。この時を僕はずっと待っていたよ。先行はもらったユウさん。俺もユウさんだけどユウさん。ブルーノ、いやアンチのみ、俺は俺の限界を超えて戦う。ユウセイ、今の君に私は倒せない。己の限界を超えぬ限りはな。ライディングデュエルアクセラレーション俺のターン。かっこいいちょっと一回深呼吸してもらっていいですか。はあ、かっこいい。やばいな、やばいなアンチのみ、お前やっぱかっこよすぎるぞ。行くぞユウセイ。僕は手札よりマジックカード、光の援軍発動。光の援軍の効果によりライトロードアサシンライデンをデッキから手札に加えるぜ。そして幻獣機オライオンの効果発動。トークンを特殊召喚。そして僕はクイックシンクロンのモンスター効果発動。ボルトヘッジホッグ墓地に送りクイックシンクロンも特殊召喚。そしてフィールドにチューナーモンスターが存在する場合墓地のボルトヘッジホッグは特殊召喚できる。フィールド上にチューナーが存在する場合墓地から特殊召喚できる。何も手札誘発を握っていないのか、誘っているのかユウセイ。ボルトヘッジホッグユウセイ、誘っているのか。僕はレベル3幻獣機トークンにちょっと待ってちょっと待って、こっちじゃないといけないか。7しかいけないか。8もういいか。ジャンクでするやん、ここに出すの俺。レベル3幻獣機トークンにレベル5クイックシンクロもチューニング。リミット解放レベル8。怒号の魔人を呼び覚ますシンクロ召喚。粉砕せよジャンクデストロイヤー。やるなユウセイ、アンチのみお前少しくらい喋れ。相手だーに何黙ってるんだ、少しくらい喋れなんか全然アンチのみ喋ってくんないんだけど、ライトロードアサシンライデンはモンスター召喚。モンスターを通常召喚。そしてライトロードアサシンライデンのモンスター効果発動。あーガーディアンの力で耐久してあれなのに相手のシンクロ召喚を待つっていう作戦なのに俺ボルトヘッジホッグレベル2ボルトヘッジホッグにレベル4ライトロードアサシンライデンをチューニング。リミット解放レベル6シンクロ召喚。レベル6マイティウォーリアー。そしてボーチのラッシュウォーリアーのモンスター効果発動。このカードをゲームから除外しボーチのクイックシンクロも手札に加える。さあ見せてみろアンチのみ。カードに命を吹き込むのはデュエリストの役目だ。僕の知らない新たな戦術を見せてくれるんだろうアンチのみ。オライオン出したらさ、これスターラストいけるんじゃない。オライオンでこれいけるんじゃない。オライオンのモンスター効果発動。このカードをゲームから除外し手札ならば幻獣機オライオンを通常召喚。そしてレベル6マイティウォリアーにレベル2。ちょっとこの声でやってるのおかしいけどねちょっと企画倒れてるんだけど、この声でやってるのおかしいんだけど。リミッター解放レベル8。新たに輝く星となる、光さす道となれ、シンクロ召喚ゴー、シンクロ召喚立証せよスターバストドラゴンエクソアンチオミ。これが僕が見つけた新たなるシンクロ召喚の答えだ。全然新しくないけど、シンクロ召喚の答えだ。現れよスターダストドラゴン。そして僕はこのままターンを終了する。私のターン、ドローテックジーナスストライカー、モンスターをセット、カードを伏せる、ターンエンド。弱っ、私を倒してみろ。弱くないっすかちょっと弱くないっすか。来た、最強カード来た、最強やガーディアンの力装備魔法発動、スターダストドラゴンに装備。これによって僕のモンスターは戦闘および効果では破壊されない。スキル発動、これが俺とカードとの絆だ。僕はデッキからカードを1枚取ろう。強っ、これやられても大丈夫なの。でもこれシンクロ召喚してほしいんですよ。シンクロ召喚してほしいんだ。わ、ストライカーマジで俺たちによこせ、ストライカーを俺たちによこせ。これターンを終了するしかない。シンクロ召喚をしてくれアンチのみ。どうした、新しい可能性を見せてくれるんだろう。ターンエンド、何、さあ来い、私を倒してみろ。行くぞ、誘っているのか。守備力ゼロのモンスター、誘っているのか。これでもほっといても進行してくんないのかな。これ殴ってあげないといけないのかな。これもしかして、これどっち殴った方がいいんだろうな。これ一回こっち殴ってあげたいのかな。多分邪魔なんじゃないかな。これチューナーモンスター、チューナーモンスターだ。チューナーモンスターばっかりしかいなくて、もしかしたらフィールドが邪魔かもしれないから、僕がそのモンスターを殴ってあげるよ。ユースターンを終了する。テックジーナスストライカーの効果によりデッキからテックジーナスモンスター1体を手札に加える。強いじゃないかユース、テックジーナスラッシュライノを手札に加えたな。さあこれで進化召喚の準備は整ったということか。人の心が到達する境地がある。なんだ、トップクリアマインドか。それは TG1EM1 相手フィード上のモンスター1体と自分フィード上のテクジナスのモンスター1体をコントロールで、何、アンチオミレベル5レギュレーターオープン、スラスターウォームアップ OK、 アップリンクオールクリアゴー、シンクロ召喚アンチオミ。やっていいことと悪いことがあるぞアンチオミ。どうして僕のモンスターをパクるんだ。それではジャイアンじゃないか。カモンテックジーナスハイパーライブラリア、かっこいい。ハイパーライブラリア入ってるんだ。なるほど、テックジーナスラッシュライノ、やばいやばい、テックジーナスラッシュライノで攻撃ちょっと待って、やめてよ。希望はついえない、装備魔法発動。やばい、ちょっと待って、ざけんなよこいつ。はっ、俺はまだ恐怖を感じているのか。どうしたユーセ、この程度で恐怖を感じていては限界を超えることなどできないぞ。卑怯だぞアンチノミ。どうして僕のモンスターをパクるんだアンチョミ。